さあ本日参りましょうミスター武士道の戦国回し本日は幕末偉人伝岩崎弥太郎へーなり上がりがすごいすごいなり上がってるこの人さあ岩崎弥太郎でございますね皆さんご存知あの三菱の 創設者ですよね。すごいね。肖像画もね。もうヒレがあってさ、銅像とかもさもうドーンってなってさ。すごい威厳のある人でございますけども、実はこの人ね。生まれはとても貧しいところをね。サードあったっていうね。これご存知の方も多いかもしれません。今回はですね。この岩崎弥太郎がどのようにして、その幕末明治を駆け上がってね。成り上がっていったのかというね。お話をしたいと思いますね。やっぱりね。僕なんかもね。そんなにいい生まれではねなかったですね。家は貧しかったですしね。そういう生まれなんでこういうね。貧しいところからぐわっとこうのし上がってった人ってね。秀吉とかもそうですけど、そういう人を見るとね。やっぱり。 勇気がもらえるんでね、ぜひね、皆さんもね、この八太郎のね、この成り上がり伝ですね、この成功談を聞いてですね、勇気をもらっていただけたらなというふうに思います。それでは行きましょう。八太郎のお話でございます。さあ、岩崎八太郎は1835年生まれでございます。なのであの坂本龍馬ですね、高知なんで同じね、出身の坂本龍馬とは1個違いですね。龍馬の方が1つ下でございます。龍馬の一個ですね、八太郎の方が。で、えー、後にね、実業界でね、ライバルとなるね、渋沢栄一は、えー、八太郎の4歳年下というふうになります。だからやっぱこのね、1830年からね、 幕末維新のの、ね、英雄たちってていいうのはねね生ままれてるわけでございます栄、ね、一、はいね、の方はですねこう裕福でねいいお父さんがいてねもうあったかい家庭で育ちましたけどね岩、えー、岩崎崎太郎の岩崎はねもうダメダメメでともとはねそんなに悪い、えー、家柄ではなかったらしいんですけど、まあ、ご先祖様がねどんどんやらかしまくってですね代を重ねるごとにどん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 没落していって岩崎弥太郎のお父さん岩崎弥次郎の頃にはですねもう借金だらけでねもう田畑も売りまくってもう全然手元にね財産もありませんみたいなねもともとその合紙っていう身分だったんだけどその合紙株すらも売ってしまって。 も、えー、もうう地下老人って呼ばれるね本当に低低い低いだからそのね土佐ってすごく身分差別がね厳しいっていう話はね皆さんご存知かもしれませんけどね上司があって合紙があってねで竹地半平太とかね龍馬は合紙でっていう話ありますけどその合紙の身分さえもお金がなくて売っちゃってさらにその人のね地下浪人っていう,もうめちゃめちゃね低い身分の一応武士みたいなねところの生まれだったわけでございます。でそんな家に生まれた弥太郎はですね子供の頃からですね実は勉強がねすごい嫌いでねガキ大将で悪ガキだったらしいんですよね。勉強も全然ね教えて ですね。悪いことばっかりしてるみたいなね。まあ、そういうガキ大将だったんだけどもある日ですね、えー。そのお母さんがね。この弥太郎に会う先生はいないかって。いっぱいいろんな先生探して、何人も何人もね。こう先生を特化かひっかいてたんだけど、その最終的に出会った先生がですね。弥太郎は全然勉強できないんだけど、なんか詩の才能があるって言うのを見抜くわけですね。あれいは弥太郎、お前お前が書くし、なかなかいいじゃないか面白いじゃないかって褒め出すんですよね。そうしたら弥太郎はですね。めちゃめちゃやる気を出すんですよね。やっぱりね。こう褒める教育っていうの大事ですよね。まあ、厳しい。 ね、教育っていうでもね詩がうまくなって何もなんねえんじゃねえかって思うかもしれないけど彌太郎は、ね、詩が褒められたからじゃあもっといい詩を作ろうって言って詩の勉強をするわけですよね。でいい詩を作ろうと思ったら感覚とかね昔の,その言葉とかを知らなきゃいけないし歴史も知らなきゃいけないし人のこ、ね、ととかをこう物語とかも知らなきゃいけないしいろんなことを勉強し始めるわけですよ。でどん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 彌太郎はですねいい詩を作って褒められたいからっていうことで勉強に没頭していって気が付いたらですねめちゃめちゃ勉強ができてある 塾ではですねもうその塾等になるってねその塾で一番偉くて次の後継ぎはねその塾の後継ぎは八太郎になるんじゃないかっていうぐらい勉強ができるようになっていったっていうね話があるんですよねまあ、こういう話はね現代にもね通ずる部分があるのかなと思いますねまあ、子供がね何かすごい夢中になるものを見つけたらねそれを否定しないで褒めてあげるってもね大事かもしれませんよねそっからね勉強好きになったりとか何かね極めていくってことあるかもしれませんからねはいそういうことがあってですね八太郎はですね勉強が好きになっていずれですね 江戸に出て留学したいっていうね。ことを思うわけですね。龍馬もね。剣術修行だって,ってね。あの千葉道場で北新通りを学ぶって,言ってね。江戸に行ったりとかしましたけど、自分も江戸でね。最先端の勉強を学びたいっていう風に言うわけですね。まあ、これもねなかなかね。許可が下りなかったりね。親もね。弥太郎しかね。もう跡継ぎないから、弥太郎はね。家を家の仕事をね。手伝ってください。とか言って、ね、江戸に帰ってください。とお母さんとか言われたりとかまあ、色々あるんだけど、まあ、周りをね。頑張って説得して、まあ半ば強引に江戸にね。行くことに成功します。で、そこでもなかなかね。勉強の許可が下りなかったんだけど。まあ。え 八太郎が、ね、何としても学びたいんだってね言い続けたことで、えー、江戸でのね遊学が認められますもともとはそんな身分が低いから江戸で勉強できるような、ね、人間じゃないんだけどね、えー、認めてもらって江戸で勉強することができるようになりましたしかしですねここでせっかく、ね、江戸に出て勉強できるようになったにもかかわらずですねたった1年で土佐に戻らなきゃ、ね、いけなくなってしまいますそれが父親のトラブルなんですよね父親がですねなんとですねその酒の席でですねいろいろその地主の人とかと揉めてしまってですね最終的にもうボコボコに殴られて もう足腰も立たなくなるって後遺症が残るぐらいボッコボコに殴られて家に送り返されるってねひどい仕打ちを受けるわけですよ。でこれもう下手したら死んじゃうかもしれないみたいな話になってで彌太郎が慌ててねその勉強をねそれまで頑張って俺は江戸でね勉強したいんだって言ってね出てきたのにもかかわらず、まあ、父親が心配だからっていうことで、えー、こう実家に帰ってくるわけですねそのせいで彌太郎はその勉強をね江戸での留学を途中でやめるやめざるを得なくなってしまったというわけでございますそしてですね実家に帰ってきたらですねもうお父さんがボコボコにされたせいでもう足腰も立たなくなって畑に出て仕事とかもできなくなってしまってですね それからもうお父さんの弥次郎はねなんか鳥籠かをねなく こう作る紐みたいなのを削る仕事みたいなそういうもうそういう仕事しかできなくなっちゃうぐらいねひどい怪我を負ってしまってや太郎めちゃめちゃ怒るわけですよこれはいくらなんでもやりすぎだと父親をボコボコにしたやつを処罰してくれってことね犯に申し立てるんですけどもそれがね退けられてしまうんですよねあそんなお前らみたいな身分の低いやつのね話は聞かんって、ね、退けられるんですねこれでもや太郎めちゃめちゃ怒ってですねおかしいだろうって言ってですね奉行所の壁に落書きするんですねこいつらは賄賂を受け取ってるってねうちの親父はボ,ボコボコにした庵から賄賂を受け取ってるんだ腐りきってるみたいなこと バーンって書くんですよ壁にねごい気持ちはわかるけど、まあ、こういうね弥太郎は結構劇場型でねこうカッとなったら、ね、やってしまうタイプなんですね壁にバーン落書きするんですよで1回目はね奉行所の人たちも「ああもう弥太郎め」みたいなね「まあ、それ腹立つのわかるけどよ」っつってこう消すんですねなんだあいつはみたいなねそれ許してくれたんだけど弥太郎はですね「ああ消しやがったな」っつってね「俺の言うことを聞いてくれれば何回でも書いてやるぜ」ってまた書きに行くんですねこの行っっててるる受け取ってる さすがにこう2回目書いたから奉行所の、ね、人たちもねこれあかんってことで八太郎を捕まえてですね牢屋にぶち込むってねことをやるわけですね「八太郎何やってんだよと」と本当にねこの人の人生ね山あり谷ありなんでございますけどもここで一回ですね牢屋にぶち込まれちゃうんですねはいでそこで7か月間ね牢屋の中で過ごすことになります、まあ本当にねこの間ね八太郎はね苦しかったらしいですよ本当勉強本ほ本当,本当は勉強したいわけですからねいろんな本を読みたいと勉強したいでもその差し入れもね禁止されてたから勉強もできなくてほ、うん本当に辛いね生活を送っていてその実家の方にですね手紙を何とか出してですねもう なんででもいいかかかららとにくくく俺早くここは牢から出してくれってれねでその親戚たちも頑張っていろいろ自分の財産とか売ったりとかして少しでも早くね八太郎が出られるようにいろいろね手を貸してくれたらしいですけどね本当に辛い7か月間を、ね、送ったと言われていますただこの中にねちょっとこういうエピソードもあってこの牢屋に入った時にたまたまなんかその同じね囚人の中に算数ができる人がいてその人から算数のことを教えてもらってそれが後の商売につながったなんていうねエピソードもありますまあどっからどこまで本とかわかりませんけどね、まあ、そんなエピソードもあります。 もうね、あの江戸で勉強するようなこともできませんから、家の仕事を手伝ってね、畑を耕したりとか。まあ、そういうことをして過ごすわけなんでございますけども、二十六歳の時にですね、天気が訪れるんですね。なんと、急にですね、吉田東洋の門下生になるとね、いうことが起きます。吉田東洋っていうのは、この時土佐藩の藩政を握っていた人物ですね。まあ、一時は蟄居して、えー、もう。その政治の中枢から外れてたんだけど、まあ、安政の大国っていうのがね、起きてですね、井伊直が。で、これからは、その、えー、開国していくよみたいな話になった時に、この解明派だった吉田東洋が、また、この。 土佐藩の反省を中心に戻ってきてですねいろいろ仕切り出したわけですよで、吉田投与はそれまで窒挙してね自分その政治から離れてたわけだから急にこの中枢に戻ってきた からね、仲間があんまりいないのでとにかく能力があるやつは誰でもいいから登用するみたいな感じでもう身分に関わらず、ね、人を雇いまくってもう自分の手足のように使いまくってたんですねでその中の一人にえこの八太郎も選ばれたというわけでございます。ね、なんでここでそんなね吉田東洋からねこの地下浪人のね身分の低くてしかも元犯罪者のね彌太郎に声がかかったのかっていうのはね諸説あってよくわからないんですけど、まあ、一説によるとこの吉田東洋の甥いっ子である後藤翔次郎ですね、まあ、後に坂本龍馬と一緒に大政奉還を行うあの後藤翔次郎が彌太郎の能力を買ってですねいろいろ仕事を手伝ってもらったりとか、えー、しているうち に後藤昌治郎の推薦があって、まあ吉田東洋の門下生になったっていう説がありますね。はい、まあ実際のところはわからないんですけども、まあその可能性が高いというふうに言われています。まあそしてですね。 この吉田東洋の文下生になって、弥太郎にはですね。長崎出張っていうね。大きな仕事が与えられるんですね。これはチャンスですね。出世のチャンスが来たわけです。長崎へ行って長崎はね。その時この日本の中でも数少ない開かれた港ですから、海外からね。オランダとかがいろんな外国の商人とかねやってきますから。そこでいろいろ海外の情報を集めてくれとでこれからもね。この開国していくにあたって、日本はどうすべきかっていうね。いうことを調べなきゃいけないので、弥太郎がこの長崎に行ってね。その調査をするってね。仕事を与えられたわけです。で、ここでね。弥太郎ね。頑張ればね。良かったんですけどね。これがうまく。 ですね。矢太郎はですね長崎に行ったはいいけどですねもう英語が全然分からなかったらしいんですね私もね本当そうなんですけどもう受け付けないんですよ横文字が横文字無理みたいなねでもその 海外のの人と喋ったりするも英語ももうんか鳥がピョ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 ってさえずってるようにしか聞こえませんみたいなね英語全然無理もうもう無理無理無理みたいなねだからもうできませんって言ってねしかもその商人たちも見てですね商売をやってるやつらね金のことしか考えてないってね一応ね地下浪人とは私も侍ですからね金のことしか考えてないやつはもうありえないってね将来ねその財閥を作ってね日本の海運業をね回すね男がですねこの時は商売に対して嫌悪感を持ってたわけですよね金のことだからもう私はもう無理ですよね。 とかも、英語とか外国人もキモいし、商商人とかもキモいし、もう長崎で働きたくない。で、しかも、あの、ね、接待費とか言ってですね、その、藩から預かってるお金を使ってですね、遊郭に買ってね、女の子とね、遊びまくったりとかしてですね、もう金遣いも荒くなっちゃって。もうめちゃくちゃやったらしいんですよ。で、はい、もうお金使っちゃいました。お金もありません。ごめんなさい。はい、もうやめますみたいなね。半ば開き直るみたいな感じで、このね、せっかくの出世のチャンスをね、棒に振っちゃうんですね。はい、やめてしまうんですね。辞職することになります。はい。でもですね、これね、吉田東洋がですね、なんと弥太郎を見捨てないんですよね。 これすごいなってね。やっぱり弥太郎は性格には難があるけど、まあ能力はね、やっぱ高いっていうのはね、みんなから評価されてたのかもしれませんね。吉田東洋がですね、なんと色々バックアップして、なんとかね、弥太郎が復職できるようにって、ね、いろいろ手を回してくれたらしいんですよ。すごいですよね。やっぱね、まあ、こう仕事がね、できる人間っていうのはね。まあ、なんだかんだ、一緒に助けてもらえるっていうことはね、あるのかもしれませんけども。まあ、そういうふうにですね、吉田東洋のバックアップがあって、なんとか弥太郎がね、また藩の仕事に戻ろうとしている時に。 しかしですねこうそううまくはいかないわけですね残念ながらここで吉田東洋が暗殺されてしまうんですね、はい、あの土佐勤皇党の武智半兵衛がですね「尊王攘夷!」って言ってるわけですよね「外国人なんか撃ち殺せ!」って言ってる武智半兵衛たちがその「これからは開国じゃ!」って言ってね、えー、国を開こうって海外のことを勉強しろとか言ってる吉田東洋をムカついてですね殺しちゃうわけですよね。はい、で吉田東洋が死んだことによってもう ね、この弥太郎をバックアップしてくれる人はいませんから、班の仕事にね。戻ることはできずにですねその後は家の仕事を手伝ったりとかね。まあ、たまになんかこう仕事をもらったりとかするんだけど、まあ、それもね。すぐ辞めちゃったりとかしてね。職を転々としながらなかなかね。順調にはいかないね。生活を送るということになるわけでございます。はい、しかしですね、えー、そんなね。弥太郎をね。また救ってくれる人物が現れるんですね。それが後藤商事でございます。本当、後藤商事は様々だなと思うんですけど、まあ、後藤はね。相当弥太郎のことをね能力をね。買っていたんでしょうねえー。後藤はですね。なんかそのふらふらしてる。弥太郎を呼びつけてですね。これからお前に。長崎。 出張所のね土佐商会の主任をやってもらうって言ってですねまた長崎の仕事を任せるわけですね大丈夫ってねだって横文字無理ですとか言ってねしかも藩のお金使っちゃってね女と遊びまくるみたいなねことをやってたらね八太郎にねまたお願いするっていうね後藤翔二もすごいなって思うんですけどもよっぽど気に入ってたんでしょうかね翔二郎がですね八太郎をね、えー 使うとして、この土佐商会ってね、これからその海外といろいろ貿易とかやり、やらなきゃいけませんから。そういうことを担当する土佐商会の主任に抜擢されるということになります。はい、で、ここで弥太郎はですね、それまでね、横文字とか無理とか言ってましたけど。もうね、もうしょうがないで腹をくくって、その外国の商人と貿易をしたりとかですね。あと、この時にね、ちょうど龍馬もね、いるわけですね。龍馬が海援隊とかを作って、いろいろこう海運業をやってるわけですよ。まあ、それに対するね、こうライバル心みたいなのもね、あったのかもしれませんけので、ね、龍馬がやってんだったら、俺もやったろうみたいなね、気持ちになったのかもしれませんけども。まあ、龍馬の海援隊とね、いろいろね。 協力したりとかねそれからですねグラバーっていうねこの時は五代友達の話とかにも出てきましたけどグラバーっていうイギリスの武器商人ですねこのグラバーと仲良くなってグラバーからその貿易のノウハウを教えてもらったりとかしてここで八太郎は急激にね成長していくということになりますただですねここで八太郎はバンバン仕事をこなすんだけどもま反、あのね評判は悪かったらしいですねなんかいろいろトラブルもねお金関係のトラブルもねいろいろ起こしててねあと龍馬がさあの。 奇襲犯のさ船とさ船をこうぶつけちゃってなんか船壊しちゃうみたいな話もあるじゃないですかそういうことをやったりとかしてそれを矢太郎は解決しに行ったりとかね、まあ、あとはないろいろとその長崎の方でね土佐藩士がその。 イギリス人をね殺したんじゃないかみたいなね疑いかけられたりとかしていろいろトラブルがあってねそこに巻き込まれたりとかして、えー、そういうことがあったのでなんか土砂商会の奴らは商売やってるせいでいろんなトラブルを巻き起こしてるっていうことですでも後藤はですねいやいや弥太郎はねすごい仕事してくれてるよってねめちゃめちゃ指示してくれてなんとですね弥太郎はこの時になんと上司にね昇格するってことがねできたらしいんですよね。も、えー、はですらないいい人っっていうめちゃめちちゃゃ低い身分だった男がねその土砂 頭を下げさせるってね、おい上司が通るぞって掘ったらね、その上級の人たちはハハとか言って、ね、頭下げなきゃいけないみたいな、それぐらいの微分格差があった。その上司にね昇格するみたいな、まあ、そういうこともあったわけですね。だから相当ねヤタロは仕事ができたんでしょうね。まあそれ後藤正治の支持とかもあったからこそなんですけども、ヤタロウはここで上司に昇格してちょっとね人生がね上向きになってくるということになるわけでございます。さしかしそんな時にですね。 起きてしまうんですね。明治維新、はい、鳥羽信の戦いが起きて、明治維新が起きたことで。また、弥太郎の人生が大きく変わってくることになるわけでございます。この明治維新をきっかけに、弥太郎はですね、三菱を設立することになっていくわけですね。はい、え、まずですね。 明治維新が起きたことで明治政府はそれまでやたらをがねいろいろ仕切っていた、まあ、土佐商会だったりとかそれから大阪に出張して大阪商会とかでもね、えー、その商売やってるとかしてたんだけどもそれを解散するように言いましたというのもこれからは民間をね栄、まあ、一もね渋沢栄一もよく言ってましたけどね民間を育てなきゃいけないと民間が会社カンパニーを作って国を潤さなきゃいけないということを考えてますからそれで藩が主導する商会っていうのは商売する藩が商売する商会っていうのはもうなくそうということを言ったわけですね。でそこでこでの 土佐商会とかどうしたかっていうとつくも商会っていう会社を作るんですね。 つくも商会っていうのを作ってまあ本当はねこれダミーなんじゃないかとも言われてるんですけどもだから実際その実際は後藤翔二郎とか八太郎とか藩の人間が運用してんだけどいやこれ土佐藩のものじゃないですよとなんか全然別のカンパニーですよってことを言ってつくも商会っていうのを作って、まあ、そこで仕事は継続していくことになります、はい、だから名前だけ変えてやってることはずっと変わんないみたいなね感じでやっていくんですけども、まあ、そこでねついに廃藩治験が起きてしまってもうその藩自体がなくなるわけだからねこのつくも商会も結局藩のバックアップがあった会社だから解散するということになります。でここで で八太郎がよし、じゃあ実業家の道へ行くぞとね、俺がじゃあ自分で会社立ててやったるわっていう風になったのかなと思いきや、実はこの時に、ね、八太郎あんまり商売には乗り気じゃなかったらしいんですよね。いやじゃあもうなんかね、そのもう班もなくなっちゃったから別にねつくも紹介やる必要もないし、じゃあ私はもうこれでみたいなね。どうやらこの時八太郎は。 ちょっとね政治家になりたいっていうね気持ちがねあったみたいなんですね。俺も明治政府に入ってね明治政府のねその維新政府の中で「ブイブイ言わせたいぜ」みたいな野心がちょっとあったっぽいんですけどだからあんまり商売とかはなーみたいな感じだったらしいんですよね。でも後藤祥二郎にめちゃめちゃ説得されてね本当に後藤よく出てくるんですけど後藤がね「いやいややたろう」と「いやこれ絶対やった方がいいよと」とこれからはねこれ商売のね時代になってくる貿易とかのね時代だからこのね仕事絶対続けた方がいいからお前やれ お前自分で会社作れって,ってねでここで八太郎はですね個人事業主になるわけですねあのイギリスの商人からいろいろ借金ね借金してそのツクモ商会が使っていた船とかを全部買っちゃうんですね自分のものにしちゃうんですねでその自分のね借金した金で船を買って三菱っていうものを作ったと いうことになるわけでございます。まあ厳密に言うとね、最初は三塚っていう名前だったんだ。三塚っていう名前だったんだけど、まあ途中でね、三菱という名前あって今にもついているということになります。はい。でこの三菱のね、カモっていうのは岩崎家のね、カモのね、三角ビシっていうのがあるんですけど、まあそのカモンと、えー、土佐藩のね、土佐の山内家のこの三塚氏はっていう家紋を合わせてね、えー、作ったっていうふうにね、言われてますね。これはあの三菱のね、公式ホームページにもね、書いてありますけどね。そしてですね、この三菱を作って、八太郎はね、海運業をね、どんどんやっていくわけですけれども、まあここでね、最大のね、えー、もう潜在一軍 チャンスってね、ヤ太郎自身が言った大きな出来事があるわけですね。それが台湾出兵でございます。はい、日本のね、政府が明治政府が台湾に兵を出すって、ね、台湾出兵っていうことが起きるわけですね。これはですね、沖縄まあその時は琉球ですね。琉球の民50人ぐらいの民がですね、船で漂流しちゃって台湾に流れ着いたんだけど、その流れ着いた時に台湾の原住民の人たちがその琉球の人たちを皆殺しにするっていうね、恐ろしい事件が起きたんですよ。なんでそんなことするん,んっていうことなんですけども、まあそういうことがあったので、いやちょっとおかしいだろうと、これちょっと台湾攻めるしかねえだろ ね、だって、うちのね、この琉球の人たちが殺されてんだから、これ報復するしかねえだろうって言って、えー、こう。出兵するっていうね。ことになるわけですね。まあ、ここにはいろんなまあ、思惑がね絡んでるんですけどね。その不平氏族とかもその時増えててまあ、そういう不平氏族たちがこうね。出兵すれば外に気が向けばその国内のね。反乱とかをね抑制できるとかね。まあ、そう、いろんな効果があるんですけども、まあ、ともかくですね。日本が台湾の方に出兵するということになりました。で、この時に台湾まで行かなきゃいけないから、船がたくさん必要になるわけですよね。ここでね。三菱の出番が来るわけですね。最初明治政府は外国からね。その外国。 朝鮮を借りてえ、その船で兵士を輸送しようと思ってたわけなんですよ。でも外国のね。その欧米列強とかの国はこの台湾への出兵に対しては、あくまで中立の立場を取ります。ってね。いう風うなスタンスを。ス 取ったんですねやっぱりねこう戦争ですから、まあ、そこに、ね、簡単にちょっとねあの首突っ込みたくないっていうね思惑があったんでしょうねだからこれはもう私たちは関与してないのでその船も貸しませんと、まあとでね問題になってもねあの時ねイギリスはあの時日本に船貸してましたよねみたいな話になったらねややこしいからいやもう戦争とかあったら私はもう船貸しませんということで、まあ、全然その諸外国が船を貸してくれなかったんですね船ないやどうするってなった時にまずですね郵便蒸気船っていうのがあったんですね。これは あの郵便を、ねえー、その渋沢一ととかか前島とかが作ってです、ねえー、その郵便っていうのがありましたけどその郵便のために作られたまあ蒸気船っていうのがあって、まあ、ほとんど、まあ、ほぼ国が運営してるみたいな郵便蒸気船っていうね会社があったんですけどもこの郵便蒸気船会社のね船っていうのはねあんまり駄目だったらしいんですよね。まあ、なんかねやってる人たちもあんまりやる気がなくてノウハウもねちょっとなくて、えー、正直で、ね、三菱のこの岩崎が作った三菱の海運にだいぶ負けてるみたいなだいぶ劣ってるっていう状態だったんですね。その上この上郵便蒸気船会社の、ね、社長がです、ね、あの政府からです、ね、その台湾に出兵する に船を出せっていうね要求に対してねちょっと難色を示すんですねえー台湾執兵に船貸すのやだなーっていうわけですねっていうのもこの時もうだいぶ三菱に押されてて業績悪化してて赤字出しまくりなんですよその赤字出しまくってる状態の中でこれをその商売じゃなくて兵士を送るっていうね船使っちゃったらその分商売できなくなるわけだからより赤字が膨れちゃいますよね売り上げが出ないからだからいやこれ出したくないなってでもそうすると多分三菱が そのね、台湾出兵に船を出すことになるだろうなとお逆にチャンスじゃねえかとね三菱がその台湾出兵に船出したらその間日本のねその普通に海運する船が少なくなるってことですから逆に この郵便蒸気船がその三菱のシェアを奪えるんじゃないかってね、まあ、かなり成功い考えなんですけど、まあ、そういう考えをして、いや我々はちょっと台湾出兵の方はやめときますってね辞退するわけですね。でここで岩崎弥太郎が言うわけですね、この弥太郎が行っちゃうけって,言ってね出てくるわけですね。弥太郎が出てきてですね、これ千載一遇のチャンスだとここで政府に恩を売ったらもう完全に海を支配できるとって思ったわけですね。で台湾出兵にそのもちろんねその兵士を送るわけだからそんなね。 物を送って商売してた方が儲かるんだけどもここではそういう実利をね取らずに政府に恩を売るっていう方を選んでですね政府のその兵士をね送ってあげるってことをやるわけですねでさらにこの時に政府が「あそうか三菱やってくれるかじゃあ政府が持ってる船も三菱に貸してあげるからこれもね一緒に使って兵士を送ってくれ」ということで国が三菱に船を貸してくれたんですね。でこのの貸しててくれた船っていうのが 後々この台湾出兵が終わった後ももじゃあそのままいいよ三菱は使っちゃっていいよって言ってね使わせてもらえるようになったんですねだから船が増えたわけですねだからその時はも,もちろんもらえるとは思ってなかったんだけどそのねこの台湾出兵手伝ったおかげで船が増えてよりその海の、ね、海運のシェアを取ることができてもう郵便蒸気船会社は何もできませんみたいな、ね、感じになってその後潰れていってしまうわけですねはい、まあ、そういうことがあるわけでございますでさらにこの台湾へ、ね、兵士を運ぶっていうことをやったことでこの三菱の社員たちの技術も向上したんですよねそそれままであんまりその海 海外までねあの船をね運用するっていう経験が少なかったので今回これをやったことでスキルアップがすすごいでできたわけですよだから実際にその時の、まあ、お金よりも大事なものがねここで手に入ったわけですね。でこのスキルがついたからじゃこれからはもっと海外にも進出してもっとね貿易を海外との貿易も盛んにしようって,ってねよりその 仕事を、ね、広げることができたわけですからね、はい、でこの千載一遇のチャンス台湾出兵をものにしたことでですね、えー、岩崎彌太郎の三菱はさらに大きくなってしかも政府からもめちゃめちゃ信頼されてあじゃあもう郵便乗機戦会社とかもういいやってねじゃあこれからもう政府のねお抱えでね三菱にもう開運は全部任せちゃおうね。で大久保利通もこれから三菱だなとか言って三菱にねいろいろもうバックアップするよって言って事実上日本の政府を支える会社というふうに三菱はこの時になったわけですね。 はい、こうして岩崎弥太郎は日本のね成り上がりのお話でございましたけどもいやー面白いですねやっぱね本当にに、ね、身分の低いところからねこう成功していった人の話っていうのはね僕も大好きなんでございますけども、まあ、でもこういうふうにね話をね見ていくとやっぱりねその,その人の能力っていうのももちろん大事なんですよ一生懸命仕事をするっていうことも大事だし、まあ、そのね才能とかも大事だとは思うんですけどもやっぱりこうね出会いとか どんな人間に出会うかねどういう人に気に入ってもらえるかっていうのはね結構大事なのかなっていうふうにはね思いましたねだからね皆さんもねこういう話を聞いてねもちろんその自分が一生懸命勉強したりとかねスキルアップすることも大事なんですけども、まあね、人との出会いっていうのをね大切にしてみるっていうのもね一つのね手なのかなというふうに思いました。だってねねは長崎に、ね、仕事でた時にその会社の金使い込んで、ね それで行って遊遊てんじゃってるんんですよそんなやつがね成功できるんだから、まあ、多少のね失敗なんかはね大したことないのかなという思いますね、はい、牢屋に入ってるわけですからねこの人もね、はい、なので、ねまあ、皆さんも、まあ、僕もそうですけどね、まあ、人生多少うまくいってなくてもね、まあ、きっと、ね、いつかねいい出会いがあって好転、えー、することもあるんじゃないかそしてねこれはね岩崎彌太郎も言ってるんですけど台湾失敗の時ね千載一遇のチャンスっていうのはね人生一度は訪れるものだと誰にしも 潜在一軍のチャンスを訪れるでもその千載一遇のチャンスっていうのをつかめるかどうかなんだよとそのチャンスを逃さないでいくぞって決めれるその胆力ねここで怯えてねあでも失敗したらどうしようとか思ってたらだめなんだとそのチャンスをなんとしても申し上げるっていう、まあ、そういう気持ちがあれば絶対成功できるってね岩崎矢太郎言ってますからね、まあ、そういう気持ちも忘れずに、ね、やっていきたいなというふうに思いました何かねわからないこととかね、まあ、こういう話も聞きたいですとかねまた質問とかありましたらぜひコメント欄に書いてみてくださいそれではまたお会いしましょうさらばじゃん